休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。通告順10、川野達治議員の1、吉田町長の平野問題の考え方について、2、交通安全対策について、3、新図書館建設についての質問を同時に許します。14番、川野達治議員。本日最後になりました。今しばらくお時間をいただきたいと思います。私は3点について質問いたします。まずはじめに吉田町長の平和問題の考え方について質問いたします。安倍首相が進めている安保法制関連法案など集団的自衛権を具体化する取り組みは日本を再び戦争する国へと変貌させようとしています。この間歴代の長与町長は核兵器廃絶宣言など平和への取り組みに年を追うごとに発展させてこられました。現吉田町長もそれを受け継ぎ平和事業の拡大など取り組んできたことは評価したいと思います。しかし現在政府の動きは大変危険であり、このまま黙って加担することはできないと私は思います。これまでも国政や国防問題をこの長与町議会で質問したときに、その時の答弁は国会での慎重な議論を見守りたいとの傍観の姿勢で、自らの使命である町民の暮らしを守る立場からの発言はありませんでした。果たしてそれでよいのでしょうか。改めて町長に質問いたします。1、今進められている安保法制関連法案などの動きにどのように思われますか。2、町民の平和、長与町の平和を守るための町長としての発信をすべきではありませんか。3、今後の平和事業をどのように発展させ継続していく考えか質問いたします。2つ目の大きな質問に、交通安全対策について質問いたします。本町の朝夕並びに不定期の渋滞が各所で見られます。渋滞解消とともに関係する地域の安全対策が必要と思いますので、以下の問い質問いたします。1、ゆるの団地の内坂方面に向かう道路が混雑し、改善の声がたくさん聞かれます。これまでも取り組んできた課題と思われますが、現状の改善策及び取り組み状況はどうなっていますか。2、長与駅西側県道の渋滞も解消が急がれる場所だと思います。渋滞に伴い、池山自治会団地内に渋滞を避けるため迂回をする車が入り、地元住民からの苦情の声があります。特に通学路にもなっており、スピードを上げて進入してくるので危険であり、何度も事故が起きているというお話も聞きました。ゾーン30などの対策が必要ではないか伺いいたします。3、東高田町営住宅入り口、県道ですね、県道からの入り口ですね、は頻繁に、ここでも頻繁に事故が起こると聞いております。現状信号機がありますが、この交差点入り口とはずれた形で信号機が設置されております。この入り口、東高田町営住宅入り口への信号機の設置が必要と考えますが、どのようにお考えでしょうか。最後に新図書館建設について質問いたします。3月に行われました長与町新図書館建設基本構想へのパブリックコメントの内容を見ますと、住民の皆さんの新図書館に建設に対する合意が十分に取れていないと考えます。このまま建設を進める考えでしょうか。以上質問いたします。吉田町長。それでは川野議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。1番目、1点目の今進められている安保法制関連法案などの動きにどのように思うのかというようなご質問でございます。国会での議論には主体的に参画できないというのが、現実の実情でございます。今後ともですね、加入しております日本非核宣言自治体協議会
あるいは平和首相会議等々を連携しながらですね、平和行政を推進してまいりたいというふうに思っております。2点目の町民の平和、長与町の平和を守るための町長としての発言をすべきではないかということでございますけれども、被爆70周年の各種事業において、平和のメッセージを発信するとともに、本町の被爆遺構をめぐる平和ウォーキングを開催するなど、町内外への発信情報ができるような取り組みができないか検討しておるところであります。また、中学生を対象に8月6日の広島平和式典へ参加させるなど、平和都市との交流を行い、平和への思いを次世代へ継承していきたいというふうに思っております。3番目の今後の平和事業につきましては、被爆者の高齢化が進んでいる中、戦争の悲惨さと平和の大切さを次世代へ継承することが、今を生きる私たちの責務と考えておるところでございます。今後はいかにして継続していくかが重要でありまして、学校での平和教育、あるいは平和コンサートなどを通しまして、若い世代に平和への思いを伝えていきたいと思うのと、それと同時に、関係部署と協議を重ねながら、この平和事業に取り組んでまいりたいと、そのように考えております。2番目、1点目のですね、ゆりの団地の内坂方面道路の混雑改善策についてということでございますけれども、まあ、長与町側におきましては、拡幅済みでございます。担当課から長崎市へ確認を行いましたところ、長崎市道路建設課の所管になっております。現在の取り組み状況をお尋ねしましたところ、市の単独事業で内坂バス停側から用地交渉を行っていますが、なかなか進まないと。来年度につきましても明言できないというような回答をいただいております。町としましても国道206号への重要な路線と考えておりますので、少しでも早く全線拡幅できるよう要望してまいりたいというふうに思っております。2点目の渋滞を避けて迂回する道路のゾーン30などの対策についてでございます。現在のところ、ゾーン30の要望は受けておりませんけれども、停止線や、看板等で注意喚起を行っておるところであります。速度規制につきましては、現在設けていませんが、関係機関と協議を進めて、今後も進めてまいりたいというふうに考えております。3点目の東高田町営住宅入り口、県道への信号機の設置でございます。信号機の設置につきましては、議員ご承知のとおり、地元自治会等の要望により、都立警察署へ信号機設置の要望をしているところでございます。ご指摘の箇所につきましては、現在までのところ、要望は出ておりませんが、県道33号線の車の交通量が多いことは認識をしております。また、警察庁が出しております信号機設置の指針の中で、必要条件といたしまして、数値的に道路の1時間の自動車等往復交通量が原則として300台以上、隣接する信号機との距離が原則として150メートル以上離れていることなどの条件が示されておるところであります。同地点付近には横断歩道用の信号機が設置されており、近接での設置が可能なのかということもあるかと思いますけれども、まあ、いずれにいたしましても、今後地元の動向ですね、意向を見守りながら、警察署への要望も含め、対応していきたいと思っております。次に3点目の新図書館建設についてのご質問でございます。新図書館の建設及び建設場所につきましては、順次段階を踏んで決定してきたところでございます。これまでもご説明をしてまいりましたが、町内全域の方が利用できるよう、多機能的な施設の建設をと考えると、現在地では共有であることを踏まえ、現在の建設予定地を決定しておりますことは、たびたびご説明させていただいたとおりでございます。先般行いましたパブリックコメントでも、さまざまな意見があって当然だと思っております。寄せられたご意見を基本構想策定委員会で検討していただき、新図書館建設の完成までの方向性を示した長与町新図書館整備基本構想を策定し、3月末に町長へ答申をいただいたところでございます。また、寄せられましたご意見につきましても、検討の結果を公表し、ご理解をいただいているものと存じます。今後は土地の購入もはじめ、建設費など国交補助事業の活用を検討し、町の財政に負担をかけないよう十分考慮しながら、新図書館建設計画を策定してまいりたいというふうに思っております。以上でございます。川野議員。それでは再質問をさせていただきます。まずその、まあ、1点目の、まあ、国会での安保法制関連法案の動きに対してですが、
ここでは、先ほど町長は、国会の議論に参加できないということで、今後、その比較自治体、平和、市長会ですかね、こういうところで平和事業を進めていきたいというふうに言われたんですかね。その結局、この安保法制関連法案に対する、いろんなご意見を、こうした団体を通して、発言をしていきたいというふうなお答えだったんでしょうか。その辺がちょっとよく分からなかったんで、どういうお考えなのかお伺いしたいと思います。吉田町長。長井町は平和で安全の街宣言ということをしております。で、平和への取り組みというのは長井町独自でもやっておりますけども、そういった関連団体、関連しているところの加入平和組長会議等々ございますけれども、そういった中と連携しているということは、平和への取り組みをですね、町内の取り組みを独自にこういった形と連携しながら進めていきたいということでございます。加野議員。それは平和事業を取り組んでいきたい、こういう関連している組織と、私が質問したのは、この安保関連法案の動きに対してどのように思われるのかということで、それの答弁は、国会の議論に参加できないので、どうなのかというところですね、その辺はどう思われているのかというのをちょっとお伺いしたかったんですけども、国会の議論に参加できないけども、町長としては懸念しているだとかですね、やっぱりこういう議論がされては非常にやっぱり平和の問題では心配だというふうに思われているのか、ちょっとそこら辺までがよくわからなかった。ですから、2回目に答えられたのは、こうした組織の中で、そういうこの動きに対していろんな意見を上げていきたいというふうな思いじゃないんですよね。ちょっともう一回確認させていただきたいと思います。吉田町長。私の立場上ですね、安保法制関連法案についてですね、いろいろと申し上げる状況でもございませんし、ただ私たちはやはり安全で平和な町宣言をやっているところでございます。これについての取り組みはですね、しっかりやっていきたいというふうに考えております。加野議員。いろいろ、言う立場じゃないというところの答弁だというふうに思います。冒頭私が通告した通り、そういう形でですね、なかなか国会の議論、国会がされている議論については、町長としても意見を挟むべきじゃないというふうな考えかなというふうに思うんですが、やはり私は、この間、昨日今日も含めてですけどね、平和事業の問題、この平和の問題を同僚議員も取り上げてきました。で、冒頭ちょっと他の同僚議員とも重なるところがありますけども、長井町は被爆地としてですね、あるわけです。で、長崎県下で被爆地は長崎市と都議地とこの長与だけ3つだけなんですね。で、全国でもおそらく広島が、あそこは広島だけ市だけだったと思うんですけども、被爆を受けた被爆地というのは世界でもこの4つしかない、原子爆弾の被爆を受けた。で、私はそこで自治体を運営している町が、私はそういう意味では平和に対する考え方というのはそれなりの覚悟とですね、決意が必要かなというふうに思っています。どうしても長崎市が中心となってですね、いろんな世界の的な会議に参加するだとか、いろんな発言を求められるときは市長がこう中心になりますけれども、私はそういうのがクローズアップされなくても、被爆地の町長としては一定のそういうどんな場面でもやっぱり平和に対する考え方というのをしっかり持っておかないといけないというふうに思うわけです。で、そういう意味ではやはりこの今議論されているこの法案というのは非常に、先ほども同僚議員から説明がありましたけども、平和を脅かす危険な法案だという意味では、私はその被爆地の町長として一定 の、 その平和を守る、通告でもありましたように、町民の平和を守る、長与の平和を守るという意味では、一定 の、 この私はそういう、なんでしょう、口を挟むべきではないという立場から、一つ飛び越えて踏み出して、
町長としてのこの平和に対する思いというのをですね、この問題でも語るべきではないかなというふうに思うんですけども、その辺は、そういうことができないものなのか、再度お伺いしたいと思います。吉田町長。先ほど申し上げましたように、長与町はやる核のない、平和を願う町でございます。そういう形でですね、私たちはその平和につきましては、そういった今進められて議論が進められておりますけれども、私たちは私たち独自の平和を願うものとしてですね、情報を発信をしていきたいと、そのように思っております。菅野議員。なかなか、今のこう議論されている法案に対する町長の思いというのが出てこないんですが、町長の支持者の方にもね、おそらくいろんな考えの方がいらっしゃるというふうに思います。そういうのも遠慮してかなというところもあるんですが、実は全国の首長がどういう態度を取っているかと、一例を挙げますと、東北6県に、この名称を言いますと、東北6県市町村、市町村長9条の会連合というのがあるんですね。でここで、この連合、首長9条の会というふうな会が、通称そう言われてるんですけども、この方々が、緊急アピールを、いわばこの安保法制関連法案のアピールを出しております。でそこを読み上げますと、全文読み上げると時間がかかりますので、ちょっと抽出して読みますが、そもそも私たちは地方自治の確立こそ21世紀の国づくりの要であると信じ、市町村民の命と暮らしを守ることを究極の使命とし、これは首長としてですね、これを脅かす者に使命をとして立ち向かってまいりました。市町村民の命と暮らしを脅かす最大のものは戦争です。市町村民が戦火に巻き込まれ、戦争に駆り立てられるようなことがないように、集団的自衛権の行使容認を撤回させ、憲法9条を守り、生かさなければなりませんというふうな文言があります。これも長くまだ続くんですが、ちょっと大事なところかもしれない。にもかかわらず、安倍晋三首相はこの1年間、閣議決定、与党協議、日米ガイドライン協議、日米首脳会談、米国議会での演説などに見られる通り、憲法9条に背き、世論に耳を閉ざし、あたかも高速道路を逆行するようにひたすら集団的自衛権の行使容認に向けてとどまるところがありませんというふうに続いた。首長、いわゆるその各自治体の首長として、こういうアピールをしてるわけですよね。で、東北6県ですから、被爆地ではありませんけれども、それでも首長の使命として、そこに住む住民の命、平和を守るためには、我々は、いわゆる使命をとして、いわゆる体を張って、それを守っていかなければならないと。で、今まさに、ここにあるように、そういうところが脅かされようとしているという意味では、町長の使命として、私はそういう立場に立つべきじゃないかなと。いうふうに思うんですけども、で、改めて、そういう、いろんな、冒頭言いました、支持者の方がおられると思います。ただやっぱりこの平和の問題というのは、やっぱりそこの枠を飛び越えて、やはり取り組まなければならない部分だというふうに思いますんで、町長の懸念している思いがあれば明らかにし、私はその声を上げるべきではないかなというふうに思いますが、いかがお考えでしょうか。吉田町長。先ほど申し上げましたようにですね、やっぱり命、平和を守るというのは私も全く同感でございます。でそういった形でですね、町独自の活動をきちっとした形でやっていきたいというふうに思っております。菅野議員。この問題では、追及はしませんけれども、今町独自でやってもね、その国の法律が変わる中では、どんな町で努力しても、その平和を脅かすという状況が生まれてくるわけですから、
それをやっぱりストップさせるというふうなね、その私はそこが首長としての使命の役割かなというふうに思いますんでですね、なかなかそういうご意見が出てこなかったのは非常に残念ですけども、これ以上同じ質問してもですね、同じ答弁かなというふうに思いますんで、先ほどちょっと出たいろんな、平和の取り組みをしている非核自治体宣言をしている自治体の協議会だとか平和市長会、こういう中でもしこういうことができるようなですね、状況があればですね、私はぜひ町長が率先してですね、そういう立場で、発言していただきたいということを要望していきたいというふうに思います。それでは平和事業について、お伺いします。平和事業もこの間同僚議員が何度も質問してきましたので、重ならないように、お伺いしたいというふうに思いますが、まずは私この平和事業、通告書の中では今後の平和事業というような形で、質問させていただきましたが、この27年度の8月、70周年ということですけれども、この私はこの27年度8月だけにとどまらずですね、年間通してやっぱりこの平和事業というのを取り組んで、いい機会ではないかなというふうに思うんですよね。で、町内の文化事業の中に、平和コンサート等々が入っているみたいですから、いろんなところで、文化事業が行われますし、そういう意味ではその中から平和を発信していくと。で、いろんなスポーツ大会もあれば、学校行事もあるかもしれませんけども、そういうところでやはりその私はこの8月のこの9日までの平和事業にとどまらなくて、年度を通してですね、平和事業に平和を発信する年度にしたらどうかなというふうに思うんですけども、その辺についてはいかがお考えでしょうか。吉田町長。今議員おっしゃるように、私たちは常に平和というのはですね、常に持っているわけでございます。ただ期間としたらちょうど原爆が落ちた日、あるいは終戦の日、そういったものがやはり一番ピンときやすいということでですね、そういったもので象徴的に、啓蒙活動しているというようなことで、気持ちはですね、やはりそういった平和に取り組む気持ちというのは年間を通じて変わらないわけであります。ただそういった期間がですね、限定した期間の中でやらないと、日常生活いろんなことはありますので、それだけで事業をやったりとか、町のいろんな事業をやるというようなことも、あるいは学校の事業をやるというわけにもいかないでしょうし、そういった面では啓蒙しながら皆さんの心の中に植え付けていくと、こういったものが肝要ではないかなというふうに思っております。菅野議員。特別に事業を、ぜひ、可能ならばそうしていただければと思うんですけども、私はこの長与町がある行ういろんな行事事業で、そこにやっぱり平和を発信していく何らかの、何でしょう、ポイントを入れるといいますかね、そういうのは可能じゃないですかね。その例えばいろんな形で行っているときにやっぱり平和を発信していくと。で、10月に運動会があります。運動会でもやっぱりこの例えばそこに、長与の、非核宣言を皆さんにこう、何でしょう、プログラムの中に進み込んだりとかですね。で、そういうので平和を発信していくと。で、70周年記念、銘打って70周年記念平和、被爆70周年記念平和、平和運動会みたいなんですよ。そういうのでも、先ほど町長が言われたそのいろんな、今の安保法制にはいろいろ口挟むべきではないけども、平和は常々発信していきたいという意味では、私はそれは十分可能ではないかなというふうに思うんですけども、だから新たな事業を取り組みなさいと、新たな事業ができればできればでいいですけども、今ある事業の中でもそういうのを取り組んでいったらどうかなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。荒木総務部長。この被爆70年のですね、平和記念事業につきましては、庁舎内、職員によりまして話し合いを持っております。それでどんな事業ができるかということで、それ、13項目案を作りまして、部長会議にかけまして、
一応承認をいただいて、その中の2つぐらいは今回の補正で挙げておりますリフレットの作成とか看板の設置、そういったものをするようにしております。それから8月9日だけにこだわらずに、その秋でしたらウォーキングとか冠をつけてやるとか、そういったのも案として入っておりますので、入っております。加野議員、はい、ぜひ、そういう部分がさらに増やせるならですね、ぜひお願いしたいというふうに思います。もう一つちょっとこれは、この間ちょっと、同僚議員の質問も聞いててちょっと感じたところなんですが、平和事業を所管するのは総務部なんですか。文化事業は教育委員会で行われるんですね。で、記念式典は福祉課で行う。こう、私ちょっと感じたんですけども、長崎市は特にですね、平和推進、みたいなこう課があってやられている。で、都議地もおそらく企画課なんかがやられている部分じゃなかったかなというふうに思うんですよ。私はこのかえって分散することでですね、やっぱりこのなかなか非常にうまくいかない部分があるんじゃないかなと。で、というのも、後で、そこを、まずそこをどうですかね、町長。一つそういう、やるなら企画かどこかかなと、まとめてやっぱり平和事業を考えるというふうな部署を作る必要性があるんで、今後含めてですね、70年で終わりじゃなくて、今後もやっぱり先ほど言われた継続してやっていくとなると、いろんな部署で分けてやるんじゃなくて、そういうふうにできないものなのかお伺いしたいと思います。荒木総務部長。はい、それぞれですね、持ち場がこうあると思うんですけど、今現在総務課、それから教育委員会、福祉課、この70年の記念事業につきましても、その3課で話し合いを持っております。それで取りまとめとして総務課の方でやっているという状況で、現在のところ特にこう不都合はあってないとは思っております。加野議員。不都合ではないということですが、先ほどから出てますその長与町の平和で安全な町宣言ですね。で、この中でもう私も改めて文章を、同僚議員もちょっと読み上げましたけども、この中でですね、本当にこう崇高な文章 で後半にですね、町民とは謳ってるんですけども、この長与町民はこの理念の達成のためにというふうな形で、いわゆるその平和の理念達成のために、ここで誇りを持って責任を持って平和の安全を宣言すると、理念を達成しようというのを呼びかけてるんですよね、この宣言の中で。で、そこでいろいろ調べたんですが、先ほども同僚議員から出ましたけど、平和事業の方針といいますかね、目的が、町長も先ほど答えていただきました、やっぱり継続して若い人たちに平和の尊さを伝えていくというのが。で、ただそれは多分町長が答えられただけで、基本的に文書になっているものでも何でもないと思うんですよね。で、そういう意味では平和事業のやっぱりこうどういう形で取り組むかという、取り組んでいくかという方針というのを、学校の方では町独自じゃないけども、教育研究研究がですね、全体の中でそういう方針があるという。長与町としても平和事業を取り組む中でのやっぱり方針というのを持つべきじゃないかなと。で、その中でいろんな事業がやっぱり出てくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、やっぱりそこにはこの宣言の中にも理念達成のためというふうに、やっぱり理念を達成するためには何をしていくかと。で、そういう方針を持つべき。で、適当かどうかよくわからないんですが、私はそういうこの理念達成のためという言葉を掲げると、長与町の基本構想の中にもですね、やっぱりこの平和事業という部分を入れ込んでいっていいんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、平和事業そのものは多分入ってないと思うんです。
で、そうなるとやっぱりそこに平和事業に取り組む姿勢というのは明らかにしなきゃいけない。そうなってくると私はどこかのやっぱりきちっとしたその取りまとめるやっぱ企画をする場所が必要ではないかなと。だから宣言に基づくとそういうのが必要になってくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、改めてですからやっぱりその方針を持つべきではないか。で、方針を持つとそういうちゃんとした部署で協議をしていく、企画を立てていく必要があるんではないかなというふうに思うんで、改めてやっぱりその今、まあ、特に困ってないと、おそらく困ってないのはそう申し訳ないですけど、そうそう大変なことをしてないから僕はそう思うんですよ。例年やってきてくるとしてるから、そうかと困ってない。で、改めてやっぱり70年を迎えた後、やっぱり何度も言いますが、一足踏み込んでもっとこの平和事業をですね発展させるという意味では、どのように発展させていくかという構えを必要だと思いますので、いかがでしょうかね。改めてそのやっぱりそういう、こう平和事業の基本方針を持つべきではないかなというふうに思うんですけど、でそうなると部署がきちっと必要になってくるんじゃないかなというふうに思いますので、その辺を再度お伺いしたいと思います。鈴木副町長。理念といいますか、継承していくことが大事だろうということを考えております。ただ先ほど言いましたけれども、この平和事業といいますか平和の問題に関してはですね、総務課が主管でございます。で、この平和事業をするにあたって、関連のある教育委員会福祉課と連携を図りながら事業を推進しているということで、まあ、主観的に平和に対しては総務課が主観ということでございます。菅野議員。まあ、じゃあ総務課が総務課で担当でいいと思うんですけども、でそういう意味では先ほど言うそのやっぱり今後の平和事業の方針、基本方針というみたいなのをですね、私は持つべきではないかなというふうに思うんですけども、その辺についてはいかがでしょうか。鈴木副町長。この宣言にありますように子孫に引き継ぐことが今を生きる私たちに課せられた最大の責任ということで、今後子孫に引き継ぐことが今を生きる我々に課せられた最大の責務ということでありますので、まあ、被爆あ戦後70年被爆70年、現在元気でいられる方も数少なくなってきているということを考えると、継承していくということがここに書いてある通りで、そこを理念として進めていくべきではなかろうかと思っております。菅野議員。はい、まあ、だから今の事業でいいというふうなお考えですかね。なかなか、私が望むところの答弁が返ってこないんですけども、別に、まあ、じゃあちょっと質問を変えたいと思うんですけども、私もこの、まあ、平和事業の問題は、昨年でしたかね、質問させていただいて、その中では、いわゆる、まあ、被爆者が、まあ、だんだん、亡くなっていく、携帯電話を切りくださいませんか。被爆者がだんだん亡くなっていくということで、いわゆる語り部の継承もですね、考えたらどうかというふうなのを提案させていただいて、まあ、町長は、まあ、できないと言ってなかったと思うんですよ。で、まあ、そういうのもで長崎市なんかそういうふうに、まあ、被爆2世を対象にした語り部を育成していくということをされて、でそれも継承の一つだというふうに思うんですよね。で、まあ、ただ私はそういうのも出てくるのかなというふうに思ってたんですけども、それは今度70周年平和事業では出てきてこなかったと。で一方で、まあ、継承していくっていうのは子どもさん学校だとかというところでその平和事業をしていくという部分が継承になるのかなというふうに思うんですが、そういう意味ではもっとこう私は大きくね、まあいろいろこの間70年の記念事業を、取り組みますということで、まあ、それはそれで私は非常に結構だと思うんですけども、もっと大きく取り組むべきものもあったんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、ですからなかなかそこらきちっとした
この、まあ、継承なら継承の方針というのが明確になっていない状況があるのではないかなと。だから今現状出されているようなところに落ち着いているのかなと私はそう思っているわけです。ですからやはりその平和事業を継承していくなら継承していくで、どのように継承していくのかと。単に学校だけでのその平和事業なのか、そこでとどまるのかというふうなものじゃなくて、やっぱり、そういうのを基本の方針として組み立てることによっていろんな事業の発想が出てくるというふうに思うんですよね。だからそこが必要じゃないかなと。今後も、大体、節目を年を迎えたらだんだん事業というのはそれこそ縮小されていって、それこそ風化していく恐れがある。で70年というのは一定の節目になっていますから、これがやはりもっと発展するべき内容にならないといけないと思うんですよね。でそういう意味では基本的な方針を持つべきだと。でそこにはちょっと言及して答えが返ってきてないんでですね、私はそういうことでいろんな事業の拡大も進められていくのではないかなというふうに思いますので、再度その辺の基本的な方針を組み立てるというのが大事ではないかなと思いますので答えていただきたいと思います。吉田町長。今私たちは今先ほど副所長が申し上げましたけれども、実際原爆を体験された方がだん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 お亡くなりになっていくという状況の中でですね、そこをきちんとやっぱり伝えていかなくちゃいけないということで、以前ですね DVD を作りまして、そしてその中でその被爆した方々の方々をですね撮っております。そしてまた被爆された方々の体験談集という出版物も作りまして、それを事業の中でもしていただいております。そういう意味で継承というキーワードの中にいろんな取り組みをしておりまして、たまたま今回カルギーにおっしゃっている70周年ということの中で特別にやるべきことは、まあこういったことは特別にありますけれども、しかし、まあ、以前も含めてずっとですね厚みを帯びてこれについてはしっかりと若い人たちにも分かってもらいたいというような取り組みをですねしていかなきゃいけないと思ってますし、今後もそういう形でやっていこうというふうに考えております。菅野議員。いいです。まあ、教育長がなんか答弁があるんですかね。じゃあ教育長簡単にお願いします。黒田教育長。はい、今町長のお話されたそれに関連ありますけども、教育だってですねそれを受けてこの教育振興計画の中にはちゃんと明言していますし、平和学習の充実も謳っております。ただ長崎市みたいに、三原則というそういう形では、まあ、表記しておりませんけれども、でもですね例えばですね今年被爆70周年という節目の年を迎えるということで、先ほどから広島に、生徒会を中心に行ってみようかということもありますけれども、その前に明日はですね、越塚隼人さんといって、自ら脊髄損傷を負って奇跡的に復活された方がですね、命の大切さ、そしていじめ防止、そしてゆくゆくは人権感覚を養っていかんばいかんっていう、そういう話をですね、していただくような家庭教育学級を明日文化ホールで夜7時から実施します。定員600名に対してもう700名ぐらい応募があっているという、これは保護者向けでございます。そしてそういう話を通して家庭で親御さんがそういう話題をすることによって、それがゆくゆくは平和の公共平和へもつなげていくという、そういう発展を願って今年はチャレンジしておりまして、決してですね節目の年なんかこうやって打ち上げ花火みたいにしてそれが終わるという、そういう考えはございません。これをもっともっと広げて継続的にやっていく、そういう節目の年にしたいということでございます。明日7時から。菅野議員。いや、まあ、ですから私はそういうこう思いがをその何ですかね、文書化して基本方針としてやると非常に明確になっていくんじゃないかなというのを何度も言わせてもらってるんですけど、そこまでするというふうに出てこないんでですね、ちょっとしつこく言ってるんですけども、ぜひそれを検討していただきたいと思います。もうこれ以上言ってもあれかもしれないです。まあやっぱり、まあ、ちょっと局長も言われましたけど、その、まあ、町長も言われましたけども、私たちはこの今ですね生きてる、この先ほど冒頭の答弁で言われる今を生きてる、そのやっぱり使命として役割として、このやっぱ後世に
そういうこの平和の尊さを残していかなければならないと。で単に我々は本当にその、まあ、先輩方からバトンをもらってそのバトンを後世に渡す役割をしなければならない。でそこではやはり何を残していくのかと、何を残すべきなのかというのを本当に、まあ、使命として、感じて、まあ、行わなければならないわけですよね。私はその使命をやっぱり明文化すると。で宣言がありますけども、宣言は宣言でありますけども、それを具体的にするものをやっぱりきちっと明文化するというのが大事かなと。で、まあ、これはもう要望にしておきたいと思いますが、まあ、この間やはりの、まあ、平和安全安保法制関連法案でもやっぱり周辺国の危機をですね非常に煽り立てて、じゃあどうするかという部分が非常に議論になってたりします。ただいろんなこう交流事業を見てみますとね、若者の交流事業、例えば周辺国の中国だとか韓国の問題もありますけれども、こうした交流で若い人たちが交流事業をした感想なんかを見ると、やはり そこでやっぱお互いが分かり合うことが大事だというふうになっていくわけですね。で今そのこういう法整備が必要だというふうに言ってるのは、本当にあと数年もすれば政治の場から退く人たちばかりで、じゃあその後世の若い人たちにですね、のためにを思ってやってるのかというと、私は決してそうじゃない。若者たちは若者たちで交流をすると、そうやって仲良くなったりだとか、やっぱりそういう環境が生まれてくるわけですから、決して紛争や戦争をしようというふうに思ってるわけじゃないわけです。でそこをやはり今後の平和事業でもやっぱり取り組んでいくべきかなと。まあ、広島に行かれること非常に大事だと思います。でただそこでやっぱり僕はやっぱり周辺国の人たちとの若い人たちの交流もですね、ぜひこの本当に仲良くすることでそういう問題を解決できるような、ね、環境を作っていくというのは大事かなと。これは長与町だけじゃできないかもしれません。でもそういう立場でですね、ぜひ、取り組んでいただきたいと。で そこにはやっぱりいろんな平和に取り組む基本的な理念や方針というのをですね、私は持つべきだかなというふうに思いますので、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。あで特に、付け加えて言いますが、そうした取り組みが私はできるのも、私は被爆2世の吉田町長の時にこそできる分野じゃないかなというふうに思うんですよね。ここがずっとこう、まあ、被爆3世被爆4世というふうになってくると、だんだん薄れていくかもしれません。でやっぱり薄れないうちにやるべきことをやっておくというふうに、やっぱり後世に残すその基本的な方針をですね、やっぱり作っておくというのが大事かな。まあ、そういった意味ではこの吉田町長のお父さんがこの核兵器廃絶の宣言を使って、私もこの時議会の採決に立ち会って、非常にやっぱり今改めて読むとね、すごい文書だなというふうに思いますので、今度はやっぱりこれを引き継ぐ、やっぱりずっと受け継げられるようなそういう取り組みをですね、きちっと残すというのをぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。時間はあれなんで、次の質問に返させていただきます。まあ、百合野団地の問題ですが、これについては、まあ、町のところのもう拡幅工事は終わっているということ で、でそれでは長崎市との協議というのは今どのように、まあ、長崎市も私もちょっとお伺いしたところによると、まあ、県道あ国道から入り口の地権者との協議をしていますと。で長崎市でも市としても非常に、優先的な場所だと考えているというふうな、お話でした。でそういう意味では私は積極的に働きかけてですね、あそこをお聞きしますと、もうやっぱりトラブルの原因になるらしいです。で車が並ぶと人も歩けないという状況になる。で大変住民の方もなんとかならんもんだろうかという声も聞きますので、どうですかね、今協議がどのようにされていらっしゃるのか、ちょっとその辺があればお伺いしたいというふうに思います。浜管理課長、お答えします。特別な協議会とかそういうものは設置はしてありませんが、長崎市の
道路建設課と、お会いするたびに、あそこは頑張っていただいているでしょうかという形のお願いを行っている程度で、特別な協議会は設けておりません。以上です。羽野議員。現状そういうことですからね、町長。ぜひこれ積極的にですね、働きかけていって、地権者があることですから簡単にはいかないかもしれませんけども、協議会を作るかどうかというのはまだ別の問題ですが、私はやっぱり長江町としても重点課題の一つだというふうな形で取り組んでいただきたいというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。森建設部長。町長の答弁でもありましたように、随時、要望を行ってまいりたいと思っております。以上です。菅野議員。随時というのがね、どれくらいなのかよくわからないんですが、具体的に尋ねますけど、市のそういう関係者と会う機会というのはどれくらいあるんですかね。お答えできればお願いしたいと思います。森健司部長。道路関係の、県の会議とかですね、そういうところでは何度かご会議しております。会議等でですね。以上です。菅野議員。ですから随時がね、その会議のたんびにいたとかっていうふうな形にならないようにですね、ぜひ、僕はぜひ担当部長だけじゃなくても町長としてもね、そういう働きかけをしていく必要性があるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひお願いしたいというふうに思います。町長の答弁いただきたいと思います。吉田町長。はい、それは長江町としてもですね、あそこに1本抜けますとですね、拡張しますと随分楽になりますので、そのあたりは本当に私としましてもですね、所管とともどもですね、動いていきたいというふうに思っております。菅野議員。ぜひよろしくお願いします。あと、その池山自治会のところですね、ここも、実は私たち日本共産党の議員団でアンケート調査をしたときに、その住民の方からこう地図を書いてですね、ニュータウンの、降りてきたガソリンスタンドから左に入ってずっと町長の家の前の近くを通って、で、学び野のいわゆる、駅の前の、学び野に上る口 に抜けるんだと。で、渋滞だとか信号が止まるもんだからこっちの方の裏通りをずっと通っていくんだと。で、子どもたちも歩いてるし、で車も、住民の方の車も頻繁に通ると。でやっぱり接触事故なんかが起きてるというふうに、ね、言われてたんですよ。で今のところ、制限規制だとかというのもないということですが、やはりここも住民の方々から取るとね、非常に心配する。で特に町長の地元のところでもありますしですね、私はやっぱりそういう声があるということをですね、ぜひしっかり受け止めて何らかの対策を取る必要ではないかなと思います。先ほど、今のところは停止線だとかね、いうところに対応しているということですが、関係機関との協議を進めていきたいということですけれども、これ何か対策ができますか。例えばゾーン30などというふうに入れてますけれども、そういう対策が取られるものなのかどうなのか、この辺を確認させていただきたいと思います。森建設部長。ゾーン30につきましては、26年度の9月議会で一般質問の中でご回答しています。今現在都議所との協議の中では、長与小学校の前の道路から駅前までのところを一応、県との、警察との都議所との協議の中でゾーン30という、ことで話を進めていることでございまして、その池山地区というところに関しましては今のところゾーン30ということで考えてはおりません。以上です。
菅野議員。ちょっと最後語尾がよくわからない、いないということですか、ゾーン30としては考えていないということですかね。じゃあ他に対策が取れることがありますか。なんか、まあ、制限速度を設ける、まあ、ゾーン30じゃなくても30キロぐらいのですね、制限速度を設けるといいですし、やっぱり地域の住民なんかがスピードがあまり出せない環境を作ってほしいということで、まあ、通るなというふうに言えないと思うんですけども、そういう環境を作ってほしいということなんで、まあ、関係機関と協議するということですけど、そういうのが対策取れる条件がありますかね、お伺いしたいと思います。大津地企画振興部理事。まあ、車等についての規制、そういうことでございますけれども、まあ、ここの付近についてはですね、以前ちょっと調べてみますと、そういった中での、まあ、車の通行、そういったものが多いということでの、規制線、一時停止線等の、設置についての要望を受けております。そこの中で、その自治会さんに対する回答といたしましては、警察の見解といたしまして、現状としての見解を回答させていただいて、結論としては、一時停止線の設置については、現状では厳しいのではないかという回答をいたした経緯はございます。ただここについて、そしてもう一方、そのなんて言いますか、長与駅 西口裏ですか、ちょっと日中に上るあの道路にまで多分抜ける、そこのことを、指してらっしゃると思うんですけれども、そこについての直線のちょうど中間地点には、規制線、一時停止線がですね、設置をされております。そしてその前後についての交差点等については、一時指導線というものが設置をされております。いずれにしましても、まず自治会等の皆さん、地域の皆さん方のですね、まあ、そういったまあ、ご心配、そういった要望等、そういうものがございましたら、うちとしては、まあ、都議警察署に要望を、常々、いたしております。そういうことについての対応はさせていただきたいと思います。まあ、それとはもう一つ、一番の基本であります歩行者並びに運転者の交通ルールとマナーを守る、そういう観点での啓発も合わせて行わせていただきたいというふうに思っております。以上です。菅野議員。はい、まあ、自治会の要望も含めてですけれど、まあ、こういう声があるということはですね、事実なんで、ぜひそういう、まあ、調査なり研究なりですね、していただきたいというふうに思います。本当事故があってからは、遅い対応でなりますんでですね、そういうことがならないようにですね、取り組んでいただきたいというふうに思います。時間もあれなんで、東高田の入り口の信号なんですが、まあ、信号機設置の条件がいろいろあるということです。ただ、まあ、2点目の150メートル以上離れてなければ信号機が設置できないというのは、いろんな場所を見てそれはないと思うんですよね。まあ、あくまでも一定の基準であって、必要な部分には必要な信号が必要だと。で、以前自治会でも、じゃあ信号機の移設をお願いしたらどうかというふうな話も出たんですが、やっぱりもともとその信号機を使っている人たちからは、いや、移設はしてほしくないと、じゃあどうするかということで、じゃあ、 まあ改めて信号機を設置してもらうしかないというふうな形で要望が出てますんでですね、もうこれはもう改めて自治会の皆さんから要望が出されるというふうに思いますんで、この部分もですね、早急に、まあ、信号機はよくこの間も言われてましたけども、まあ、順位性があってですね、あるということですが、まあ、ここも非常に事故が起きて、大変危険だと、で、出るにも出れないというふうな住民の声もありますので、対応していただきたいというふうに思います。それでは最後に新図書館建設について伺いたいと思います。
まあ、町長は、まああのまあ、パブリックコメントの問題で、いろいろあるけども、まあ事業を進めていきたいというふうに、ご答弁でした。で、パブリックコメントの条項、これがあのパブリックコメントの中身が、全てかどうかちょっとよくわからないんですけども、インターネット上で見せしていただいた中で、で50、これでいくと57項目のコメントですね。で私が、まあ、このまま合意に至ってないというふうな部分 で、であの強調したのは、やはり土地の問題ですね。で土地の問題、いわゆる場所の問題で声が上がっているのがうち6項目ですね。いわば 10% 強はですね、この土地の問題、場所の問題で、いろんな声が出ていると。で回答もされてますけども、まあ、極端に言えばこれでじゃあ質問された方がね、そうですねって納得できる回答じゃないと思うんですよ。でこの間長井町のこの図書館の建設問題では、新聞市場でもですね、いろいろ記事になっております。でその中でもやはり出てるのが、出てるというか、前回前々回、これは12月のテレビ会でしたね、まあ、請願が出されて現地での再検討をしてどうかというふうな請願が出されて、まあ、この請願は、11対7でしたっけね。で、まあ、通らなかったということでしたけども、この中でも、まあ、賛成した議員からもですね、説明不足ではないかと。で、その後、議会には確かに説明がありましたけども、前回私が一般質問した折に町長に、住民説明会をどうするんですかって聞いたら、しませんという答えです。でなおかつパブリックコメントでもまだこういう声があるわけですから、私はきちっと、請願を出した代表の方も、まあ、ここの新聞記事から読みますと、えのきの花地区の建設に頭から反対とは言っていないと。で、いろんな検討すべき点があるんじゃないかと。で、財政も含めて、財源も含めて、町は説明してほしいというふうにあるわけですから。でこのコメント、このパブリックコメントの意見もまだあるということですから、私はやはりその住民に対してのですね、説明で、私たちも図書館建設については、建設そのものをダメだと言っているわけではありません。やはり、あその地に作るなら、きちっとした住民の皆さんの合意が必要だと。です。で、いや、もう合意しなくてもいいですよと、まあ、反対する人は反対したまんまで結構ですと。いうふうな立場で進めてはいけないものだと思うんですよね。やっぱりせっかくできる施設ならば、多くの皆さんに喜んでもらう施設にしないといけない。でそういう意味では、私は住民の説明会が必要だというふうに思いますけれども、再度、町長の考えをお伺いしたいと思います。荒木総務部長。はい。パブリックコメントをですね、約1ヶ月かけてやりまして、その中で名前を書いてコメントをいただいた方が18名、名前のなかった方が4名、計22件いただいて、ホームページで公表しております57項目の意見が上がっております。それを、検討委員会、基本構想の検討委員会の委員さんに、検討いただきまして、回答をホームページでもしております。それからまた各館にも、置いております。でその中でやっぱりその土地とか、建設場所ですね、そういったのがまだ納得いかれないという意見が、先ほど議員さんが言われましたようにありました。でこれに関しましてはもう今までこう言ってきておりますように、いろんな場で、町長の方も、説明、をしてきております。前回こうお答えしておりますけど、町の広報とかホームページ、あるいは、各種会議の挨拶の中でやってきておると思っております。それから今後はですね、図書館のことにはもう限らないんですけど、町長が地元、各地域で出向いてやっておりますホットミーティング等を利用させていただきまして、その場でこういった問題につきましても、経過とかそういったのが説明できればと思っております。以上です。加野美、今のは特別に説明会はしないと
まあ、そういう機会があれば話していくということですかね。まあまあ、それでも構わないのかもしれませんけども、ただね、やはりこの、パブリックコメント以外、やっぱり私のところにもいろんな声があります。建設場所については、で、私はこの二分したままね、建設を進めるというのは非常に良くないと思うんですよ。で、その地域地域で、まあ、いろんな場でやるっていうならば、やりますと言っていいんじゃないですか。そんな、いろんな機会で話しますと言うならば、それこそ堂々とやって理解を求めるというのが必要ではないかなというふうに思うんですけども、時間が、なくなりましたんで、ぜひ再度ですね、検討していただきたいというふうに思います。以上で終わります。これにて本日の日程は終了いたします。本日はこれで散会いたします。お疲れ様でした。職員もですね、紙箱があります。